俺ここ行きたいのにもうネッカーがちょっとこう言ってんねんけど、あとチューニングも売ってほしいし、買ってる人非常に申し訳ないんですが、今のところ本当になしです。はい、こんにちは、ヒデノリミュージックスクール校長ヒデノリです。どうです、最近になりヘッドレスギターも気になり始めました。ヒデノリ先生の過去動画見てメリットデメリットとか知り始めたのですが、ギターの特性や扱う上での注意点とかありますでしょうか。自分はじめまだヘッドレスギターを知らない方にもぜひ教えていただけると幸いです。2024年4月3日の話です。これはヘッドレスギター全なしだね。マヨネーズのメイワンズね、英語での発音は本当にマヨネーズらしいよ。メイワンズのヘッドレスをリオが紹介している中にあったと思うんですね。あれはちゃんとギターっぽくていいんですよ。他のヘッドレスギターね、ちょっとギターじゃないね。遊びで使うならいいけど、トイレとか食卓とかリビングとかに置いといてパッと練習するっていうぐらいのやつやったらいいと思うけど、僕はもうメインでは一生使わないなというのが2024年7月3日の思ってることですね。ヘッドレスギターはね、ちょっとなし、きっぱり言うときます。ヘッドレスもいろいろ出てきて考え方が変わるっていうのも全然あると思います。その時はまた言いますね。今日も出てきたの分かると思う。楽やもんね、めっちゃ軽いし。あのめっちゃ軽いのマジで邪魔ですよ。やっぱギターってめちゃくちゃ軽いのはダメだな。結局ギターってやっぱこの辺とか肩の移動とかがあるんで、やっぱこう当たってくるんですよね。ここがこう動くんで、ギターってこう揺れるもんなんですよ。ちょこちょこですよ。そんなにめちゃくちゃ揺れないですけど、それがマイピッキングのたびに毎回揺れてるみたいな。あんまり速いのとかやんなかったらそこまで変わんないですけど、ちょっとこう早弾きブルブルブルってやろうと思ったらもうネックずれてんねんけど、俺ここ行きたいのにもうネックがちょっとこう言ってんねんけど、いやちょっとミスるみたいなね。わかります、なんとなく具体性がなさすぎる。ネックがこうなってるもんだからさ、今狙おうとしたらこう言ってるみたいな、極端な話ですよ。行くぞーすか、ギターが揺れてるさ、どのタイミングでお前は押せるかなみたいな。ゲームやってんちゃうねんから、そういう。あとチューニングもうっとしいし、ごめんね本当に。今ヘッドレスギター興味持ってる人っていうか買ってる人、非常に申し訳ないんですが、今のところ本当になしです。根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて、明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い。これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんですと。え、遅くても遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。早いピッキングができないんです。早いカッティングとかね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんです。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと早い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとか、ちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ。何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個折ってる間、あいつ5個ぐらい折ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっとと遅かったり劣ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきます。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。ブイブイ。